いきなりひでチャンネルどうもこんにちは高島です、えー、今週もいきなりひでチャンネルくれぐれもよろしくお願いします6月ですね、えー、まだ梅雨には入っておりませんけれども6月って言うと私なんかもうすぐあ梅雨だなというんで、えー、昔中学高校ぐらいの時今みたいにですね、えー、おしゃれなレインコートなんかありませんで、えー もうほんと着たきりすずの学生服でびしょびしょになりながら学校に行ったそんな思い出しかないんですけどねこんなメールを頂戴しております6月はジューンブライドですね伊手竹さんは数多くの結婚式の司会をして来られたと思います昔はよくやりました昔若いうちね、えー、仲間も結婚するしね、えー、それからあのちょっと知り合いのお嬢さんだとかですね息子さんだとか うん、全然関係のないラジオのリスナーの方のね、お嬢さんとか息子さんとか、やりましたよ。やりました。もう何年も前に、ラジオのね、高島さんの番組で、結婚式の司会はもうやらないと言ってましたね。ああ、よく覚えてらっしゃいますね。その通りです。やらないと言いました。宣言しました。えその理由は、あるところで、 秀武さんに結婚式の司会をしてもらった〇〇ですと挨拶された時に思い出せず、これでは相手に大変失礼だと思い、それからは結婚式の司会はもうやらないと決めたと言っておりました。その通りなんですよ。年賀状なんかいただいてもね、あれその説はとか、あれ子供が生まれましたと、うんとか言ってね、 顔も思い出せなかったりなんかしてね。まあ、失礼な極みでね。えー、もし、そういう方がこの YouTube をご覧になってたら、もう重ねてお詫びを申し上げます。ね。本、え、当、ー、そうなんですよね。あの、やっぱり私、私結婚式はね、あの、友達がやるのはいいと思いますよ。上手い下手は別にして。ね。名前が売れてるから有名だから。ね。あの人に司会してもらったからって。えー まあ、テレビなんかで有名なアナウンサーにね、何十万、いや、もっと多く、ギャラを払ってやってもらったとか、ありましたけども。いや、私はね、結婚式でね、面白かった、まあ、面白かったと言っては全くいけませんけどね、忘れられないことがありまして、東京のですね、まあ、都心と言っていいのかな。ある出版社のね、え、女性社員の方の結婚式がありまして、で、私、 その出版社で出している雑誌のですね、えーまあ、ページをね、えー、書かせてもらってて、まあ、結構長く付き合ってたんですよね、その女性とはね。で、そしたら結婚するということになって、で、その相手の人が横浜の人で縁が深いからね、高島さん司会ぜひやってほしいと言われてね、やりました。やりました。そしたらね、まあ、どこまで喋っていいものかわからないんですけども、ある教会、 でね、式を挙げて、で、そこを出てきてから、まあ、新郎新婦、車に乗って、え、最寄りのね、え、ホテルまでずっと車でね、え、まあ、移動すると。で、左右にはですね、両家の親戚とか友達がね、ずらーっとこう並んで、よく見る光景ですよね。で、それでこう、そこの真ん中をこう通ってくることになった。で、私はね、それ見てなかったんですよ。私は披露宴の会場にいて、 あもうじき来るなと思って、ええ、まあ、準備をしてたんですね。そしたらね、ボーイさんがですね、真っ青な顔してね、飛んできましてね、高島さん、大変なことになりました。え,え大変なことになりました。うぐうぐ言うだけでね、言葉にならないんですよ。まあ、冷静になって聞いてみたら、ね、その教会から出てきて、親族友人がね、左右をこうね、ええ、華やかに、 拍手とかですね。だからね、鼻投げたり、いろいろしてるのかに、なんとですね、車が暴走しちゃいまして。うわだからアクセルブレーキの道間違いでしょうかね。ブワーッとスピード出して、両側でこう、花びらなんかをね、買って巻いてた人の片っぽの列にね、ダーッと突っ込んじゃった。で、大変ね、えー、すごいことになっちゃって、今、救急車がってうんで、確かに音が聞こえるんですよ。 アビ教官なんですよね。いやー、本当驚きました。ああいう時にね、私本当人っていろんな方がいるけれども、まあ取り乱すと何を言うかわかんないなと思ったんですけど、神父のお父さんだったか、新郎のお父さんだったか、ガチャガチャやってる中に来て、で、その散列、式に散列しなかった人は、露、ま、宴、あ、には出てくるわけで、 え、広宴にどん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 人が入ってきてるねで。かなり大きい結婚式で、まあもう相当席は埋まってたんですけども。そしたらそのお父さんが来てですね、せっかくおいでいただいているんで、え食事なりはしてもらってね、え、いただけませんかと。あの結婚式の広宴はちょっと難しいけども、あの食事でもしていっていただきたい。だから私言ったのさ、お父さん何言うんですかと。今日のね、この広宴っていうのは、 新郎新婦ね、お嬢さんと、それからお婿さんとえ、その両家のね、人が、まあこれからもよろしくということでね、お客さんを呼んで、で、それで、えー、食事をしながら、まあなんていうかな、そういう援護を深めるという、そんな意味も深いんですから、そんな食事だけしてってくださいなんていうのはね、新郎新婦も劣席できない、そういう状況なのに無理ですよ。言って、きつく言ってね、えそれはもうその場で、 私が説明をして、それでお引き取りをいただいたんですよ。この二人は壊れました。まあ壊れるよね。壊れるよね。そういうことってあるんですよ。で、私もね、びっくりしたのはね、もういろいろあるんですけどね。あの、やはり結婚の披露宴で、神父が来ないんですよ。ありえないでしょ。ね最初のうちはね、 あの、親族もね、いや、もうあの子はね、もう本当寝坊ですから、もうじき、あの、頭かきながら来ると思いますんで、なんて、神父のお母さんとかね、言ってて、これ新郎の方もですね、なんか結構明るい表情で、あ、ちょっと、まあ、ギリギリになるかもしれませんけど、なんて言ってんですよ。だけど、披露宴が始まるっていうことになってもね、来ないんですよ。それからなんかね、人はいっぱい来てるんですよ、もう。 列席者、参列者。ガヤ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 してきてどうなってんだどうなってんだみたいな。私司会ですよね。どうしますかまずあのご両親をね、呼んで何かありましたかとかいろいろね、もうその前から聞いてるんですけど。いやー、検討がつかないとかなんだかんだ言って。結局ね、来なかったんです。1時間ぐらい待ったんですから。それでもう、平身帝都平誤りでお一人を願ってね。 披露宴はできなかった嘘だと思うかもしれないけど、本当の話なんですよ。結論を言うとね、その花嫁さんにはですね、もっと好きな人がいたんですね。それで披露宴の朝になってね、もう結婚式披露宴やってしまったらもう人生決まってしまうと。結婚したくないあの人とは。で、それで逃げちゃった。で、後に伊豆の外れの方で、その 不倫相手のね、なんか、えー、年上の人と一緒になんか逃げちゃったというのを聞いたんですけど、あれもダメでしたね。うまくいかなかった。その他にもね、いろいろあるんですよ。だからまあ、めでたいはずの結婚式でね、えー、私もいろんな体験をしてきました。で、それで、えー、この中太郎さんのおっしゃる通り、結婚披露宴すると奮発してね、 こんな私にでもですね、うん十万のお金をね、包んでくれるわけですよ。ね。どうしてもちょっとこう、数えたくなるじゃないですか。ね。そうするとね、それだけ印象におっちゃうんですよね。ああ、あの人は、ああ、ああ、いくらくれた。あ、この人はいくらくれた。で、それで付き合いの濃淡が変わってきちゃったりなんかしてね。ほんといろいろです。自分の結婚披露宴の時も、ね、直属の上司がですね、 えー、一番少ないご祝儀くれたんですけど。間は忘れないもんですね。<laughs> 今でも覚えてる。人間ってせこいもんですよ。はい。中太郎さん。そういうわけでね、えー、結婚式の披露宴は司会やっておりませんので、えー、ご用の向きがありましたら他の人に声かけてください。スピーチなど、料理の眠りで上の空。ああ、こういうのもありますね。えー、スピーチ、なんか、 司会議員さんだとか、会社の上司だとか、ねなんかいろいろやってるんですけど、なんかこれ、伊勢エが出てきて、最近なんか伊勢エ高いらしいよな、って。結構あれじゃない、大きいのをね、決まってるじゃない。これ高いよ、これは、なんつってえ。えあ、このローストビーフはとか、なんか何だいろんなこと言ってね、スピーチなんか聞いてない。スピーチなど、料理の眠みで、上の空。ガブガブと、飲んで食べては、 元を取る。<laughs> いるでしょうね。人間癒しいもんですからね。いやーうん、まいご祝儀をね、包んでさ、ね。そんなこ,うことでかい声で言う必要もありませんけど、腹の中でちょっとそういうことを思ってて、ね。元を取るには、ちょっともうちょっといいワインないのかねとかなんかいろんなこと。ああいうこと平気で言う人いるんですよね。ええー。そう。ガブガブと飲んで食べては元を取る。はは。 ご祝儀を弾んで送って呼ばれない。<laughs> これはね、私も自分は経験してませんけども、ある人が言ってましたね。だから自分の社の、自分の、まあ、部のですね、えー、部下が結婚するんで、どうのこうのって言うんで、結構気張ってですね、えー、いいものをね、えー、プレゼントしたらしいんですよ。そしたらね、呼ばれなかった。 私たち、ハワイで、ね、え、あの、ひっそりと、自分たちだけの式を挙げることにありましたので、なんつっちゃって、えー、ご祝儀はもらっておいてえ、全然、え、ごちそうもしてくれなかったという。<laughs> いろいろめでたいんですけど、これ親の立場から言えばですね、本当に心配ですよね。で、結婚してから先がね、またまた心配じゃないですか。 子供ができて、その後、向こうの親御さんとか、ね、親族もいっぱいできるわけですから、いろんなことあります。私もありました。ね。で、それが、やっぱり夫婦の間にね、いろいろと亀裂を生じる、生じさせる、そういうことも事実なんですね。だからなんだかんだ言ってですね、銀婚式ですとか、えー、金婚式ですとか、そこまで行ったら、そらめでたいんじゃないでしょうか。ね。 ジュンブライドで今日はね、なんかね、思い出話をしてしまいましたけれどもえ、その当事者の方がもしご覧になっていたら、この頃ちょっとお付き合いがない方の話だったんですけども、え失礼をしております。川柳浮かびましたら、こちらへ。数々のご意見もこちらへお待ちしております。それでは今週もね、いきなりひでチャンネルよろしくお願いします。ではでは、また明日。